こんばんは、ソラリンです。明日から再々入院になりましたので、ちょっと今日はもうすっぴんでメガネなんですけど、晩餐会をしようと思います。せっかく退院してきたのに明日から入院になっちゃったんで、ノンアルで乾杯。美味しい。で、ずっと入院中食べたかったたこ焼きも買ってきました。じゃじゃーん、たこ焼き美味しそう。じゃあいただきます。ほんまにずっとたこ焼き食べたくて、2週間ぐらい入院してて、で帰ってきたんですけど、また明日から入院っていうことで、結局多分3週間ぐらい入院になると思います。食事制限特にされてないんで、食べちゃいたいと思います。うん、美味しい。そうで、なんで再々入院になってるかってちょっとお話ししたいんですけど、なんか最初は本当に普通に全然元気に遊びに行ってたんですよね、初日は。で、朝、まあ、友達と遊ぶって約束してたから出かけて、でランチして、まあ、カフェ行って、で、まあ、夜ご飯までに帰ってきたんですよ。で、まあ、家帰ってきて、まあ、ちょっと疲れたなぐらいで横になってたんですね。でもなんか全然疲れ取れなくて、なんかしんどいなと思って寝てたんですよ。で、そしたら体温測ったらちょっと微熱があって、なんかちょっと疲れかなと思って、まあ一日様子見ようと思って寝てたんですね。なんかちょっとずつ熱が上がってきて 38.4 度とかになりました。でもなんか測るごとに若干熱下がったりとかもして、微熱になったりして、あ、まあこのまま下がるかなと思ってて、でもやっぱり熱が上がってきてっていう感じでした。で、一日まあ様子見て翌日になったんですけど、まあ、若干ちょっと右腹この辺肝臓付近痛いなって感じになったんですよね。で、まあ、微熱もあるし、ちょっとこの辺も痛いし、胆管炎っぽいなっていう、うすうす自分で思ってたんですよ。で、まあ、病院に電話して、熱と右の腹部痛いですっていうことを伝えたら、病院来てくださいって言われたんで、病院に行きました。で、まあ、その時は全然自分で動けてて、まあ、荷物とかも荷造り自分でして、まあ、病院に行ったんですけど、まあ、その時も結構、自分で荷造りするにもちょっとお腹を抑えながらみたいな、結構チクチク痛いなっていう痛みではありました。結構感覚的に、まあ、胆管炎何度かなってるんですけど、胆管炎の感覚ではありました。で、入院して CT 撮って採血して、でやっぱり胆管炎でしたってなったんですね。で、まあ抗生剤とか打ってもらって、胆管炎自体は5日で退院したんですよ。で、まだ若干ちょっと血液検査高いけど、まあこのまま抗生剤で胆管炎治るだろうなっていう先生の判断だったんで、5日間で退院できました。まだ数値が高いので抗生剤のお薬をもらって退院しました。まあその抗生剤打ってる時にね、5日間の入院のうちに若干なんか皮膚がちょっと赤い点々ができてたんですよ。私移植の時にも、まあ、ちょっとだけ赤い点々薬疹ができてて、まあ、結構薬とかに反応しやすい、症状が出やすいタイプなのかなっていう感じで、まあ、あんまり目立たなかったので、特にまあ様子見でっていう感じで退院したんですけど、まあ、家に帰ってきてから朝昼晩って抗生剤の内服薬を飲んだんですね。なんか飲んでからなんか皮膚がどんどん赤くなってきて、お昼には朝よりちょっと赤いな、で夜にはなんかもう真っ赤っかになっちゃって、結構腫れてるというか熱をこも持ってる、皮膚が熱い状態でした。遠くから見ても親がめっちゃ足赤いねみたいな。さすがにちょっと皮膚が赤すぎて、また大学病院に電話しました。結構腫れてきて、手足もパンパンで皮膚も赤くて、ちょっと熱も出てきましたって電話したんですけど、まあ、その時は、まあ、多分薬の影響なので、そのお薬やめてくださいって言われました。
でまあその朝昼晩ねもう飲んじゃってたんで、次の日からはもうやめようと思って、でその日はまあ様子見してくださいって言われたんで様子見したんですね。でもちょっと夕方夜かな、ご飯食べた後ぐらいに自室にいたのかな、自室にいて、でちょっと寝てたんですね、しんどかったから。でベッドから立ち上がってリビング行ったら、あ目なんか立ってられないかもみたいな、めまいしちゃって、ちょっとリビングでフラフラってなって、で結構あもう立てないかもと思って、親の部屋のとこまで行って、親の部屋のとこでパパって倒れて、ちょっとめまいと吐き気がやばいみたいな訴えたんですよ。でそしたら親もびっくりして、あじゃあちょっと救急車救急車って電話して、電話したんですけど、まあ救急車に肝移植のこと伝えたら、まあとりあえず主治医に相談してくださいって言われて、でまた大学病院に電話したんですね。でまあ私まだ意識ある状態だったんで、その主治医じゃなくて当直の先生だったんですけど、その先生に今めまいがして吐き気がして立てない状況です、でお薬で体も腫れてて薬疹が出てますっていう状況を伝えました。でまあその先生からは、まあ、水分をよくとって一日様子見してくださいっていう答えが来ました。ね、結構しんどかったんですけど、まあそういう風に言われちゃったら様子見するしかないので、まあ、とりあえず水分をいっぱいとってその日は寝ることにしました。まあ、その日寝たんですけど、枕元にお水とアクエリを置いてたんですね。でも多分なんか本当に40度超えるぐらい、体感は多分40度ぐらいだと思うんですけど、めちゃくちゃ発熱して吐き気もすごくて、早めに9時とかに寝たんですけど、よく寝たなと思ったらまだ10時とか11時とか、なんか1時間刻みに起きちゃって、なんか気持ち悪くて、でその度にこう水分補給もしっかりして寝てたんですけど、まあなかなか寝つけず、気持ち悪いってなって水分補給してっていうので、なんとか夜を1日越しました。朝になって、朝起きてベッドから立ち上がったら、あまた立てなくなっちゃって、多分その時に本当に立ち上がれなくて、まあ、親がお父さんが起きたのかな、で部屋で手叩いたりして、お父さんお父さんって言って呼んだんですよ。で初め多分気づいてくれなくて、しばらくでもお父さんってずっと呼んでて、壁地面とか叩いたりして、ただ来てくれて、ちょっと立てないかもしれない、ちょっとトイレとかも行けないし、ちょっとお水もちょっと欲しいって言って、なんとか親に状況を伝えました。でじゃあもう朝9時になったら大学病院の電話の受付が始まったら電話しようってなって、それまでは部屋で寝転がってました。で、まあ、朝9時になって病院に電話したんですね。ちょっとめまいがして立てなくて結構もうしんどい状況ですっていうのを伝えて、でじゃあ今からもうすぐに病院来てくださいってやっと言われました。でとりあえず入院の準備して、ちょっと大学病院遠く他府県なんですけど、まあ、頑張っていこうと思って、でもその時は本当にしんどくて、荷造りとかは全部親にやってもらいました。で玄関まで行くのもなんか立ち上がれなくて、こう張って玄関まで行って、でうちエレベーターでマンションなんですけど、まあエレベーター行くのも立ち上がれずにこうハイハイして行きましたね。で先にお母さんが車取りに行ってて、お父さんとまあ下まで降りる感じだったんですけど、エレベーターまあハイハイして行って、もうパジャマのまんまで、最後にこう1階までエレベーターで降りたら3、4段ぐらいこう階段があるんですね。で階段が降りれんどうしようってなって、お父さんがおんぶしてあげるって言ってくれて、ちょっとおんぶしてみたんですけど、お父さんも年で立ち上がれんくて、いやこれ危ない危ない、二人やったら余計にこけてしまったらまああかんわってなって、で私がじゃあ頑張って歩くからちょっと肩貸してもらって階段降りるって言って、肩貸してもらって手すり持って降りたんですよ。でそしたらなんか頭の前真っ白になって、なんか夢見たんですね、一瞬で。でなんか遠くの方でソラリンソラリンって名前が呼ばれてるんですよ。
ではなんか夢だふわふわってしてたら、ちょっと意識がパラリンって言われて、はっってなったら、もうお父さんの腕の中で、で遠くの方で人が倒れてるみたいな声が聞こえて、救急車救急車みたいな。で気がついたらもうなんか全身汗びっしょりで、うわーみたいな。なんかもしかして意識失ってたっていう感じでした。お父さんが叩いて必死にサラリンサラリンって言って、でそのまま私もうぐったりしてるんで、そのまましゃがみ込んで、でもうすぐ救急車来るからしっかりしてって言われて、いやなんかもうよくわからんまま、もうしんどいから救急車早くと思って、でまたマンションの下のね地べたのところでこうパターンって寝転んじゃって、まあ言ってる間に3分ぐらいで救急車が来ました。で救急隊員の方来てくれたんですけど、その時には意識完全に戻ってて、まあ、なんか15秒から20秒ぐらい意識失ってたみたいです。そのまんま担架に運ばれて、で大学病院の方行くのかなと思ったら、とりあえず近くの病院の方に搬送されました。で搬送されたところで点滴2本してもらって、でまあもともと私が肝移植したっていうこともあって、そこの病院では特に何もできませんって言われました。でなので点滴してもう倒れることはないと思うから、自力でまた大学病院の方に行ってくださいって紹介状書くのでって言われて、めちゃくちゃしんどいのに、あ、自家用車で行かないとダメなんだなってちょっと内心思いながら、まあなんとか車椅子でまた車まで行って、で車ではぁってなりながら、まあ 2,3 時間ぐらいかけて大学病院の方に行きました。で大学病院行ったらやっと主治医とか知ってる看護師さんに会えて、まあ、大変だったねって言ってくれて、もうパッて薬師見た瞬間、うわこれはひどいわってみんなに言われて、で即もう入院っていう感じになっちゃいました。だから胆管炎で退院した日のもう次の日にまた再入院で、再入院がまあ結構長くて、結構薬疹がねなかなか引かなかったんですよね。で薬疹がなかなか引かなくて、結局入院して4日間ぐらいは本当に38度から39度をずっとうねうねしてました。でご飯もなんか食べれなくて、ずっと気持ち悪いんですよね。吐き気がして、ご飯見てもうーってなって、もうその間はずっと点滴で栄養補給って感じでした。友達がゼリー買ってきてくれて、お見舞いに来てくれたので、まあ、なんとかゼリーだけは食べようと思って寝ながらもゼリーは吸ってました。あとご飯もちょっとうどんに変えてもらったので、まあ、ちょっとうどん半分とゼリーとかなんか食べるようにっていうのは心がけていて、 39.5 度とかね入院中もあったんですけど、結構その辺は本当にしんどかったです。でなんか顔も腫れて、なんか手足も真っ赤で、全身もちょっと痒くなってきたんですね。なんか胆汁酸の値が高くなってたみたいで、まあ、それのせいもあってか、ちょっと皮膚が痒いなっていう感じではありました。もう再入院の4日目ぐらいからようやく朝ごはんとかを食べれるようになりました。ステロイドを増やしたんですね。今プレドニン 2mg なんですけど、20mg まで増やして、ステロイドって結構飲むとお腹も空くので、そのおかげもあってご飯も食べれるようになって、で炎症の値も若干落ち着いてきました。でも本当に4日間ぐらいはずっとしんどくて、本当に熱と夜になったら寒気、布団2枚とタオルケット1枚と暖房をつけても寒いってぐらいで、足ももう真っ赤だったんです。だんだんとやっぱ日にちを重ねるごとにマシにはなってきました。そう、入院5日目ぐらいからなんか皮膚がボロボロとむけてるようになってきて、なんか薬疹の終わりかけみたいな感じみたいなんですけど、今もまだ継続中で、初め背中から来て今庭園に来てるんですけど、親指とかこの辺見えるかな、シワシワになってて、今お腹のあたりまで、背中、肩甲骨、首、顔もちょっとむけてきて、今お腹、お尻あたりがむけてきてます。で、まあ胆管炎が多分落ち着いてきたであろう
っていうことで肝生検もしたんですね。肝生検とアレルギーの検査、採血15本ぐらい取ってアレルギーの検査もしました。アレルギー検査と肝生検の結果は、まあ、出ないまんまだったんですね。まあ、ステロイドも15ミリに減らして炎症値も下がってきて、先生から見て、まあ、だんだんと薬疹収まってきたし、食欲も出てきたし、そろそろ退院だねってなって、薬疹の7日間の入院生活は終わって退院できました。で、胆管炎5日間、薬疹7日間退院して、で今です。で、退院してきて、はあ、やっと治療も終わってそろそろ体力つけないとなって思ってたんですね。じゃあ電話がかかってきたんですよ、先生から。おはようございます、先生の方が。あ、熱とか大丈夫ですか、あの後調子大丈夫ですかって聞いてくれはって、あ、はい、熱もなく元気にしてますって言ったら、先生が、実はですね、ちょっと肝生検の結果が予想外に良くなくて。そうなんですか、いや、ちょっと実は拒絶反応っぽいんですよねって。あ、そうなんですね、ちょっと申し訳ないんだけど、また1週間ぐらい治療しようと思うんだけど、入院してもらってもいいかなって言われて、あ、わかりました、全然大丈夫ですっていうことで、明日から入院します。なんかね、退院してもう全然問題ないっていう予想だったらしいんです。でもその予想に反して実は拒絶反応が起こっていたという。はぁ、さすがにかわいそうだ、せっかく退院したのにまた1週間っていう感じです。また1週間、なんやかんやで3週間ぐらい入院トータルねするかなって感じです。はぁ、はぁ、でも入院は嫌だな。なのでまた明日から入院だから、今日は好きなものを食べて晩餐会をしています。でも意識失ったとかも初めてで、初めての経験でしたね。本当に頭の目の前真っ白になるんだと思いました。夢見てるような感じでしたね。あと薬疹がほんまに思いのほかしんどかった。やっぱり39度とかはさすがにしんどい。ご飯が食べれないし、寒気もつらい。そこら辺の4日間は一瞬で過ぎましたね。やっぱ熱が下がるとだいぶ食欲も出るし、動けるし、熱がないってだけで嬉しいですね。ああ、でも嫌だな。今、秋の季節の変わり目じゃないですか。私がなんかもう入院してるこの2週間でガラッと、なんか秋っぽく涼しい空気になっちゃってるし。またこの1週間で多分ガラッとね、ちょっと冬っぽい雰囲気にもなってくるだろうし。秋が一番好きなので、ねえ、秋を堪能できないのは悲しい。でもまあ、拒絶反応はほっとけないので、頑張ります。ああ、なんか結構、いつも頑張ってるとか言われますけど、結構オフの感じ、今日はオフの感じで撮ってます。普通に入院嫌だ。しょうがないですね。はい、という感じです。あとまだもうちょっと残ってる。はあ。じゃああとはゆっくりちょっとしてお風呂入って、まあ明日また朝からね、病院の方に向かっていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。